どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙って裁判を傍聴しに行ったことある？そんな経験あるわけないぜ。法廷なんてつまらないし、見に行っても退屈じゃないか？それがね、意外と裁判って人間ドラマが満載なのよ。特に海外の裁判では、信じられないような行動を取る裁判官もいるの。裁判官が信じられない行動って、そんなの本当にあるのか？裁判ってお堅いイメージしかないんだが。そのお堅いイメージを覆す、驚くべき実話があるのよ。そんなに色々な裁判官が存在するのか？この話を聞けば、魔理沙も裁判の傍聴がしたくなるかもね。がぜん、興味が湧いてきたぜ。というわけで、今回はとんでもない裁判官7選を解説するわ。それでは、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは、ニューヨークのキャロル・ファインマンという裁判官よ。彼女は自己中心的な考えが強すぎて、驚くべきことをしてしまったわ。自己中心的って？具体的に何をやらかしたのか気になるぜ。ファインマンは、職場の都合でブルックリンから、ブロンクスへ転勤が決まっていたわ。でも彼女はどうしてもブロンクスに行きたくなくて、奇妙な計画を思いついたのよ。転勤なんてどの職場でもあるし、ある程度は仕方ないよな。それにブルックリンからブロンクスならニューヨーク内の移動だぜ。そんなに嫌がることか？普通はそう思うわよね。でも、彼女は何とかしてブルックリンで暮らしたくて、自分がダメな裁判官だと思わせれば、戻れるんじゃないか、と考えたらしいわ。そんな作戦がうまくいくと思えないぜ。無謀な作戦だけど、ファインマンは決行してしまったのよ。結果、彼女が担当した刑事事件の凶悪犯が次々と無罪になっていったの。そんなことをしたのか？それって、凶悪犯が野放しになるってことだよな。その通りで、市民は恐怖のどん底に突き落とされたの。無罪にされた凶悪犯は自由の身になるわけだから、当然マスコミも騒ぎ出したわ。そりゃそうだろ。ファインマン自身は、自分の行動や理由について説明したのか？それが、裁判官らしく冷静に説明するどころか、集まった取材陣に対して、うせろクソ野郎、警察呼ぶぞ、と感情的に怒鳴りつけていたわよ。とても裁判官とは思えない態度で、市民は呆然としていたようね。信じられないぜ。それで、彼女はどうなったんだ？驚くことに彼女の作戦は成功して、ブルックリンに戻されたのよ。ええ、結局ファインマンの思い通りになったってことか？法律を守るべき裁判官がそんなことをするとは、衝撃的すぎるぜ。次に紹介するのは、法律を理解していない裁判官よ。はぁ？いやいや、裁判官って法律を知ってるのが当たり前だぜ。そう思うわよね。でも、アメリカのジョージア州にいたケネス・ファウラーという裁判官は、法律の知識が素人レベルだったのよ。裁判官になるには普通、難しい試験をパスしないといけないよな。なのに、法律が素人レベルの裁判官なんて本当に存在するのか？そうよね。日本でもアメリカでも難しい試験を突破しないと裁判官にはなれないから、裁判官は法律の知識が十分にあるはずなのよ。でも、このファウラー裁判官は法律の知識があるとは思えない言動をしていたの。例えば、被告人が無罪であると証明できなければ有罪。という謎の考え方をしていたわ。疑わしき派罰せずの原則に真っ向から反してるじゃないか？そうなのよ。本来なら、検察が有罪であることを証明しなきゃならないのに、ファウラーは逆に、被告人が無罪だと証明できない限り有罪にしてしまうのよ。そんなことでは、法廷が無茶苦茶になってしまうじゃないか。ファウラーは他にも色々と問題を起こしていて、被告人に侮蔑的な言葉を吐いたり、女性の被告人に卑猥なことを言ったり、さらには黒人に対して差別的な発言まで続けていたらしいわね。なんだそれは？もう裁判官以前に、人としてどうかと思うぜ。しかも、ある被告人に対しては、刑を軽くしてやるから金をよこせとまで言っていたらしいわ。これはもう、問題行動では済まされないわね。明らかに裁判官としてふさわしくない人物だぜ。その通りよ。最後には様々な問題が明るみになって、ファウラーはジョージア州の法曹界から永久追放されたわ。まあ、当然だな。だが、法律の知識がなかったって話はどこから出たんだ？ファウラーに法律の知識が全くないと判明したのは、永久追放の後だったわ。いやいや、そんな奴がどうして裁判官になれたんだ？それが謎なのよ。でも、世界にはこういう、とんでもない裁判官が他にもいるの。ファウラーもかなりひどかったのに、他にもとんでもない裁判官がいるって本当か？まだまだいるわよ。次に紹介するのは、イギリスのブラッドリー・ジョンソンという人物ね。イギリスにもそういう裁判官がいるのか。こいつは何をやらかしたんだ？ジョンソンは刑事事件の裁判を担当していたんだけど、彼のとんでもぶりは、法廷の秩序を完全に無視した振る舞いにあったの。法廷の秩序って、裁判官が一番守らなきゃいけないんじゃないのか？普
通はそうなんだけど、ジョンソンは違ったのよ。彺は法廷の途中でいきなり居眠りを始めたり、飲み物を片手にリラックスしながら審理を続けたりしていたの。まるでカフェにでもいるかのような態度だぜ。その上、証人や弁護士に対して失礼な発言を繰り返していたの。例えば、女性の弁護士が何か発言しようとした時には、お前の意見なんか聞く価値もない、と平然と言い放ったこともあるわ。うわ、それって女性差別じゃないのか。どう見ても裁判を軽く見てるよな。確かに、ジョンソンが裁判そのものを軽視していたという意見もあるわね。さらに、ジョンソンは証拠が揃っているにもかかわらず、気に入った被告人に対して無罪を言い渡すことまであったらしいわよ。ええ、正義を完全に無視してるじゃないか。さすがに放っておけないと思うが、ジョンソンはどうなったんだ？ジョンソンの寄稿は拡散されて、メディアに取り上げられたわ。その結果、放送界から大きな批判を浴びることになったの。でも、ジョンソンは反省するどころか、自分は裁判官として正当な権限を行使しているだけだ、と開き直っていたようね。本当に全然反省してないじゃないか。だから批判もずっと続いて、最終的にはイギリスの司法当局によって、停職処分を受けて、裁判官としては終わってしまったわね。まあ当然だな。そんな裁判官が法廷にいたら困るぜ。次に紹介するのは、裁判中に居眠りをして大きな損害を出してしまった裁判官よ。居眠りはジョンソンもやっていたようだが、今度は大損害を出したのか？事件はイギリスのグロスタークラウンコートで起きたわ。ガブリエル・ハットンという裁判官が、ある事件の裁判の終盤で居眠りをしたの。そんな深刻な事件の裁判で居眠りをしてたのかよ。本当に腹が立つわよね。しかもそのせいで裁判が中断され、再審になってしまったわ。居眠りのせいで裁判をやり直すって、それって大事だよな。裁判が途中で打ち切られて再審まで進むことになった結果、約3万5000ポンド、日本円で約500万円の、税金が無駄になったと言われているわね。裁判ってそんなにも税金がかかるのか。それで、どうなったんだ？もちろん、ハットン裁判官には批判が集まり、彼も自分の行動を反省して、二度と同じことをしないと約束したわ。それは当然だが、再審で被告はどうなったんだ？裁判をやり直した結果、被告人のリー・ウッドワードは無罪となったのよ。なるほど。しかし、居眠りが原因で結果が左右されていたかもしれないと思うと恐ろしいな。次はなんと、被告人に恋をしちゃった裁判官よ。恋をしちゃった裁判官って、どういうことなんだ？信じられないかもしれないけど、2004年にニューヨークで実際にあった話なの。元警察官のキャサリン・ジョンソンが交通事故で法廷に立った時、裁判官のマイケル・ドウスキーが彼女に一目惚れしちゃったのよ。裁判官が被告人に一目惚れをするなんて、そんなことがあり得るのか？そう思うわよね。でもドウスキーはキャサリンの了解なく頻繁に電話をかけて、ついには彼女に愛の告白までしてしまったのよ。なんだか、裁判官の立場を利用しているようにも感じるぜ。しかも、ドウスキーはキャサリンを有罪だと思っていたんだけど、最終的には無罪判決を出してしまったわ。完全に個人的な感情を持ち込んでるじゃないか。あってはならないことだけど、その通りね。そして裁判から2週間後、彼らは本当に交際を始めたのよ。ちょっとそれは問題じゃないか？裁判官が被告人に言い寄って、さらに職権乱用して交際するなんて、信じられないことよね。ただ、この交際が他の人にも知られるようになると、これはおかしいと考える人が続出したそうよ。そして、ドウスキーは裁判官の資格を3年間剥奪されることになったわ。そりゃそうだろうな。司法の独立や公正さが完全に失われているし、これが許されると、恋心を利用する犯罪者も出てきそうだぜ。裁判官なんだから、理性は失わないでほしいわね。次は、裁判の休憩中に飲酒をしてしまった裁判官よ。おいおい、仕事中なんだから飲酒なんてありえないだろ？普通はそうよね。でも、イギリスのポーリーン・ヒューズという裁判官は、2021年に行われた裁判で、休憩中にアルコールを飲んでしまったのよ。どうやら隠れて飲んでいたみたいだけど、同僚が彼女の様子がおかしいと感じ、結果的に裁判が続けられなくなったわ。それは重大な問題だぜ。酒を飲んだ理由について、彼女は何か語っているのか？この出来事が発覚した後、ヒューズ裁判官はきつく非難されたわ。彼女自身も行動を反省して、再発防止を誓ったのよ。ただ、その日のことをヒューズ裁判官はほとんど覚えていなかったそうで、なぜ飲酒したのかはわからなかったみたいね。仕事の休憩中に飲酒したことを覚えていないとは、なんだか怖いぜ。本当にそうね。彼女は長年勤めてきたベテラン裁判官だったけど、この一件が広く報道されて信頼が傷ついたから、大きな代償を払うことになったわね。次は、あってはならない暴力裁判官よ。
暴力裁判官。それは完全にアウトだぜ。でもこれは、2014年にアメリカのフロリダ州で実際にあった話よ。裁判官のジョン・マーフィが、法廷でイライラを募らせて、国選弁護人のアンドリュー・ウェインストックに向かって挑発を始めたの。法廷で弁護士を挑発って、どういう状況だよ。その日、マーフィは弁護士に向かって、岩があったら投げつけてやる、などと感情的な言葉を言い続けていたそうよ。裁判官がそんなことを言ってたら、周りはめちゃくちゃ不安だと思うぜ。明らかに普通じゃないわよね。でも、ウェインストック弁護士は全く動じることなく、平然と仕事を続けたらしいわ。それを見たマーフィは、ついに切れて、廊下に出ろ、と叫んで、二人で法廷を出たの。え、まさか廊下で殴り合いが始まったのか？その通りで、法廷を出た彼らは廊下で殴り合いをしたの。結果、マーフィの方がボコボコにされて戻ってきたらしいわね。自分から喧嘩を吹っかけてそれは、かなり情けないな。そうね。この事件は大きなニュースになって、マーフィは、フロリダ州の司法委員会から調査を受け、しばらくの間、職務停止となったわ。司法の場でこんな暴力事件が起こるなんて、信じられない話よね。海外の裁判官って日本とは比べ物にならないくらい、破天荒で個性的な人もいて驚いたぜ。そうね。国によって裁判の仕組みや裁判官の役割にも違いがあるから、日本と比べると、海外の裁判官にはびっくりすることが多いわね。海外の裁判の仕組みは、日本とは違うのか？例えばアメリカでは、裁判官が有罪か無罪を決めるのではなく、陪審員がその役割を担っているの。じゃあ、裁判官は何のためにいるんだ？アメリカの刑事裁判では陪審制が採用されていて、市民から選ばれた12人の陪審員が有罪か無罪かを決めるわ。裁判官はその裁判の進行や法律の解釈を担当するだけで、判決自体には関与しないのよ。へえ、日本では裁判官が全部決めるんだよな。日本では、裁判官が判決を下す職業裁判官制度を採用しているわ。ただし裁判員制度では、重大な刑事事件に限り、一般市民が裁判員として参加して裁判官と一緒に判決を下すのよ。日本では一般人の裁判員が参加する場合でも、裁判官が判決に関与するんだな。そうなのよ。裁判員制度は日本独自のもので、アメリカの陪審制度とは少し違っていて、裁判官と市民が一緒に議論して判決を出す点が特徴的ね。アメリカは、陪審員が完全に独立して判断するから、そこが大きな違いと言えるわ。それぞれの国で裁判の進め方が違うというのは面白いな。日本の裁判官は全ての裁判で判決に関与するから、海外のように破天荒な人間は務まらないのかもしれないぜ。確かにそうとも言えるわね。アメリカの陪審員制度って少し複雑で、日本の裁判員のように刑事事件だけ担当するのではなく、民事事件でも判決を下すのよ。上訴審に陪審員は関与しないけど、それは事実の審理を控訴審で行わないからね。ということは、アメリカの方が陪審員が関わる範囲がかなり広いんだな。その通りなのよ。アメリカの陪審員は一般市民から選ばれて、すごく長い審理に参加することもあるし、民事事件では損害賠償額の決定にまで関与するのが特徴なの。そういうのは全部、裁判官が決めると思っていたぜ。日本の裁判官だと絶対的な存在に思えるが、アメリカでは違うってこともよくわかったぜ。でも、市民が司法に参加することで裁判が公正なものになることを、目指しているのは、日本もアメリカも共通しているわよ。今回の話はどうだった？法廷のお堅いイメージからは考えられない裁判官のエピソードだったが、日本と海外との裁判の違いを聞くと、納得できる部分も大きかったぜ。そうよね。日本の司法制度はすごく厳格で、裁判官の行動には高い倫理基準が課せられているわ。今回紹介した海外の例では、裁判官が利己的な行動に走るケースが見られたわね。犯罪に関わるつもりはないが、自分に関係した裁判で、裁判官がやばいことをし始めたら気が気じゃないよな。自分の人生が左右されかねないからね。日本の司法制度にも問題はあるかもしれないが、厳格に裁判を進めてくれるだけでもありがたいのかもしれないぜ。どんなに制度が違っても、裁判官がきちんと仕事をしてくれることが大事よね。まったくだ。ということで今回は、とんでもない裁判官7選を解説したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。